はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、足の冷えにはヒートではなくこれというお話をさせていただければと思います。はい、これはですね、先日お話しさせていただいた、まあ、体の冷え性に対してはですね、手とか足とかを温める前にお腹を温めてくださいねというお話をさせていただきました。そこで、まあ、シルクのですね、腹巻きがおすすめですよというお話しさせていただいて、それが結構ですね、好評でですね、まあ、Amazon のリンクも貼らせていただいたら、そこでもう品切れが起こってしまったっていう現象も起こってしまったくらいですね、結構反響があったんですね。で、そこでいろいろと質問があって、やっぱり腹巻きした後、じゃあ足の冷えがやっぱり気になるときはどういったものをすればいいですかねというですね、ご質問結構いただきましたので、今日そこで、お伝えできればと思います。はい、でちょうどですね、私用のもですね、届いたんですよ。まあ、今日はこれを中心にご説明というかご紹介していきたいんですけども、まあ足のタイツですね、足のタイツ、はい、まあ、シルクレギンスっていう風に書いてありますけども、シルク冷え取りレギンス、まあ、シルク 100% って書いてありますけどね、まあ、日本製のですね、千代寺さんのですね、シルクのですね、まあ、タイツレギンスになります。はい、これ私試しにですね、使ってみてすごく良かったので、これリピートして2つ目になります。はい、まあ、それをですね、中心に説明させていただきたいんですけども、まあ、足のタイツ、まあ、素材っていうところがまずシルクじゃなきゃいけないっていうところがですね、前回の動画でも先日の動画でもお伝えさせていただいたんですけども、まあ、シルクっていうのはここに説明の紙もあるので、ちょっとこれを見ながら説明したいんですけど、はい、こちらに書いてありますけども、まあ、シルクはですね、吸湿性、はい、湿気をこう吸うですね、はい、で放湿性、湿気をこう逃がすと保温、抗菌作用、血行促進というふうに書いてあります。はい、要はですね、まあ、河川についても、まあ、ヒートをはじめとするですね、河川っていうのはやっぱ静電気によってこう肌荒れの原因になりますよっていうところもですね、まあ、乾燥の原因にもなりますよっていうですね、ご説明させていただいたんですけども、まあ、それについてはその動画を見ていただきたいんですけども、まあ、他のこう天然繊維、コットンだったりとかウールっていうのはですね、まあ、コットンっていうのはこう吸湿性はあっても、こう放湿性が弱いんですよね。なので汗でこう冷えてしまうっていうところもありますし、保温性もやっぱりちょっと弱いこと形になります。でウールはですね、まあ、保温性は強いんですけども、やっぱり吸湿性、汗をこうあんまりこう吸いづらいっていうところがやっぱり弱いっていうところで、またこう汗で冷えてしまうっていうところがですね、ある。でシルクっていうのは吸湿性も放湿性も保温性にも優れている、まあ、肌触りもすごくいいですよね。なのでやっぱ肌につくものはですね、シルクを選んだ方がいいですよっていうことなんですけども、これがまあ、今回ですね、紹介させていただくもの、また下にリンク貼るようにしておきますので見ていただきたいんですけど、まあ、シルク 100% のですね、まあ、タイツで、まあ、日本製っていうところがすごく安心だっていうところですね。はい、まあ、メイドインジャパンっていうですね、千代寺さんっていうふうに書いてありますけども、後ろにメイドインジャパンって書いてありますけどね。はい、まあ、これはですね、まあ、日本製で、まあ、しっかりしているっていうところですね、結構伸びます、伸びます。で、あといろんな色があったんですね。初め私こうインディゴってこうちょっと藍色っぽいやつを買ったんですけど、まあ、ちょっと気分変えて今度はグレーにしました。で、ちっちゃく見えて私の体型では全然これで ML っていう ML っていうサイズなんですけども、でゆったりめのサイズもありますので、なので男性の体格がいい方はそのゆったりめのサイズをしていただくといいかなっていうところです。で、女性はもうこれでいいと思います。私も痩せ型なので、これで伸ばして全然着れるような形になりますから、まあ、シルクっていうのは先ほどもお伝えしたように吸湿性、湿気をこう取るですね、汗を吸って、で放湿性、こう汗をこう逃がす、まあ、湿気を逃がすというところと、あと保温性がある、抗菌作用があるというところで、まあ、足の冷えにはですね、今年の足の冷えには、ヒートよりもですね、このシルクのレギンスを使っていただくといいかなというふうに考えています。私もこれすごく愛用しています。なので、まあ、色が綺麗なので、結構女性でこうスカートとかですね、スカートの下にこうタイツが見えてもいいのかなっていう形にはなりますね。結構タイツでこう膝丈のスカートで下がタイツっていうようなスタイルもあると思うので、こういった色ではこう全然見えてもいいのかなっていうふうに感じているところではあります。
はい、もしですね、こちらの、まあ、レギンスですね、はい、ちょっと試してみたいなという方は下に Amazon のリンク貼っておきますので見ていただければと思います。私はこれでですね、このシルクのレギンスでですね、あ、実は去年は私はですね、コットンのですね、タイツを使って冬を過ごしていたんですけども、やっぱりシルクの方が全然あったかいですね。肌触りもいいですし、はい、そういったところはですね、私もこう使ってみてこうすごく良かったなっていうところなので、はい、興味があれば見ていただければと思います。といったところですね、本日は、足の冷えにはヒートではなくですね、シルクのタイツを使ってみてくださいという話をさせていただきました。もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。またですね、今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。